今やもう黄金時代を迎えておりまして、夏の暑さに負けない赤い気圓で大いに盛り上がっております。今日は千葉県の鎌ケ谷にやってまいりました。鎌ケ谷市民体育館からの放送であります。実況アナウンサーの塩野でございます。よろしくお願いいたします。さて放送席、お客様をご紹介してまいりましょう。まず解説はデイリースポーツ運動部の宮本久記者でございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。暑いですね。本当にね、はい、もう今真夏真っ盛りって感じですね。しかしまあ夏休みに入ってね、ちっちゃいあのお子さんもねたくさん見えてますんで、いい試合を期待したいですね。はい、はい、さて今日のお客様は本当に豪華でございましたね。まず三原純子さんでございます。ようこそ。よろしくお願いします。それからもう一方、ビート清さんでございます。どうも。さて、ビートさん、はい、相棒のね、たけしさんはあのボクシングやってましたでしょ。4回戦防衛でね、はい、結構やるんですよ。ねえ、清さんはスポーツの方は何ですか。いや、僕はですね、はい、僕はもう柔道ですね。柔道、抑え込みが得意ですからね。なるほど。もうね、なんかカチカチ、相棒がカチカチ言うと抑え込みで抑えちゃいますからそっちの抑え込みですか。はい、一つ今日はよろしくお願いいたします。こちらこそお願いします。はい、それから三原純子さんはね、はい、ドラマの輝きたいのでね、はい、なかなか気の強いね、女子プロレスラーを演じてね大好評だったんですけども、三原さん自身も何ですか、昔は女子プロレスラーになってみたいななんて思われたこともあるんですって。本当にテスト受けようと思ったんですけれども。あらあら、そうでしたか。なぜかこっちへ来ちゃいました。いやいや、女子プロレス界としてはもうこれは大きな損失だったですね受けていただきたかったんですけども、場外乱闘なんかありましたらね、女子プロレスラーとして助けてあげる。いや、お願いしますよ、ね、助けてください、ね、はい、よろしくお願いします。僕はあばらを追ってますから、はい、さてもう一人ご紹介いたします。この番組のレポーターでございます、小早川正明さん。はい、この鎌ケ谷市民体育館の方は昭和56年の12月に落成しています。この鎌ケ谷あたりは非常においしい梨の取れるところでございまして、香水あるいは長寿郎といったおいしい梨、あと半月ぐらいもしたら口に入れるかもしれません。それからまた今日はこの近くで盆踊り大会なんかも行われていまして、ひょっとして試合が終わりましたら踊って帰るお客さんもいるかもわかりませんが、そういえば塩野さんも昔この近くの高根木戸というところに住んでいましたね。はい、お返しします。どうぞ。はい、おいしいね、梨なんかずいぶん食べたもんでございます。今日は一つ懐かしい土地からですね、全日本女子プロレス熱戦の模様を手に汗握ってお伝えすることにしましょう。今黄金時代を迎えようとしております。爆発的なブームの全日本女子プロレス、今日は千葉県の鎌ケ谷市にやってまいりました。鎌ケ谷市民体育館、満員のお客様を集めまして、今舘野紀夫選手がゆっくりとリング上に上がってきたところであります。今日舘野紀夫選手が対戦いたしますのは世界のジャガー横田。ジャガーのテーマが会場いっぱいになり響いております。 BWA 世界シングルチャンピオン、ジャガー横田、小さな偉大なチャンピオンと言われております。ジャガー横田、今花道を通ってゆっくりとリングに向かうところであります。相変わらず軽快な顔、鋭い目。今ジャガーが貫禄十分にリング上に登場。ただいまよりシングルマッチ30分一本勝負を行います。赤コーナー、スイタリア世界シングルチャンピオン130パウンドジェナー横田。今日もまた鎌ケ谷市民会館のお客様であります。一つ GWA 世界シングルチャンピオンの真骨頂を十分に披露してもらいたいもんです。ポスト耳萩原と言われております、舘野紀夫選手、今日は大変な相手であります。しかもシングルマッチ30分一本勝負、最近成長目覚ましいと言われております舘野紀夫でありますが、今日果たして世界のジャガー横田相手にどういった試合を展開いたしますか。ご覧ください、このジャガー横田の鋭い目つき。まあとにかくね、新人に対してもあるいはベテランに対しても、ひとたびリング上に登場いたしますと情け容赦は全くありません。ジャガー横田、さあ先制攻撃はどちらから仕掛けていきますか。と舘野が行きました。ビート清さん、はい、このジャガー横田が、まあ、現在ね、3AA の頂点に立っている選手でしてね、すごいですね。とにかく動きをご覧ください。あっと、しかし今日は舘野よくやってます。
素晴らしい試合を展開しております。ちょっとあのジャガーがねあれっていうような今表情ね見せてましたね。はい、カニバサミにしましたね。はいはいはい、身をつく動きですからね。そうですよね。さあ低い体勢ボストンクラブに行きました。ジャガー横田今度は髪の毛を持った投げ飛ばしております。まあ、相手はチャンピオンですからね、もうあの本当にもう自分の全てを出し尽くすぐらいにですね、はい、あのアタックしてほしいですよね。ね、宮原純子さんはこのジャガー横田という選手ですけどもね、はい、どういったふうなあの印象を持ってますか。やっぱり世界一強い、選手ですからね。まあとにかく体は小さいんですけどもね、本当に気性も強いし、それからテクニックはやはり素晴らしいですよね。はい、大好きです。あ、そうですか、はい、このね、ジャガーさんとは僕前対戦したことあるんですよ。何テレビで。本当ですか。それであばらひびが入ったのはこの人ですからね。そうですか、はあともう古い話ですけども、はいはいはい、赤木まりこさんなんかもやりました。赤木まりこさん、この子がね、ジャガーさんが新人の頃だと思うんですよ。やってるんですか。やってね、フジテレビの挑戦シリーズでやりましたですけどね。なるほど。もうしっちゃかめっちゃかやりましたですよ。そりゃあしかし大変な選手であの清志さんやっちゃったわけ。ねえ、やっぱりあの頃から強かったですもんね。いやしかしあの清志さんの胸を借りて強くなったのかもわかりませんよ。いや、とんでもないですよ。それはね、とんでもない話ですけども、まあしかしジャガー横田選手ね、本当にあのよくまあこれだけの体で、しかもあの頂点に立ってですね、現在チャンピオンベルトもずっと維持し続けてるわけでしょ、宮本さん。そうですね。このあたりが素晴らしいですね。はい、塩野さん、はいはい、そのジャガー横田選手です。25日に23歳の誕生日を迎えました。あ、そうでしたね。24日の夜と言いますとね、はい、関西シリーズが終わって、はい、東京へ帰るために選手全員ね、東名高速のバスで移動していたんですよ。なるほどなるほど。そしてあの夜の12時になって25日を迎えるという時にですね、もうほとんどの選手寝ていたんですよね、はいはい、起きろと本人が声をかけましてね、うんうん、全員に祝ってもらったそうですよ。そうですか、はい、ね、寝てちゃいけませんよね。とにかく今 3AA の女子プロレスで最も強いジャガー横田選手であります。23歳ですか。しかしまああの一時ね二十歳を過ぎるともう女子プロレスではね、ちょっと党が立つといいますか、そういった見られ方をする時代があったんですけども、やはりあの格闘技の世界ですから25、6から30、肉体的にも精神的にも充実してまた一皮向けたといいますか、新しいあの格闘技ができるようになるんじゃありませんか。そうですね、まあまあ、男子と違いましてね、女子の場合はあの確かに年齢の壁っていうのが非常に大きなものだと思うんですけどね。動きが早いしね、はいはい、まあルイも27で引退しましたよ ね、 たね、はいはい、だから、まあ、ジャガーも今年が8年ですよね、もう、はい、だからあの、まあ、レスリング生活8年というとかなりやっぱり、うん、あの体を痛めつけてることも事実でしょうけども、はいはい、まあ、今は本当ジャガーは動きから見ても全部総合点から見てやっぱり今が全盛期だと思うんですよ ね、 いいですよね。だからこれをいつまでこのピークの状態を維持できるか、はい、まあ、僕はあと2年ぐらいは大丈夫だと思うんですけどね。あ、そうですか。2年でも25ですから ね、 ね、だからそのピークの状態であって、それからまあ若干は下がるのは仕方がないと思うんですよね。はいはい、まあ、さん、はいはい、はい、そしてですね、今日の体重を聞いてねちょっとびっくりしたんですよ、はい、まあ、あの最近になく珍しくですね、63キロ、63、肩の方をよく見ますとね、一回りも肩回りもね大きくなってるんですね。そういえば、はい、あの上半身のね、厚みが出てるでしょ。厚みが出てますね、はい、ああそうですか。じゃあ本当にあの、まあ、どちらかというとね、いつもウエイトが欲しいと言っておりますジャガー横田だけにですね、今日は63キロ、うん、しかしあのジャンピングニーパット、相変わらず立野のりお選手ね、最近マスターいたしましたが、3AA の世界チャンピオン相手にですね、本当にケレンミなこれを仕掛けております。大したもんです。まあジャガー横田選手がですね、いつまでね、元気にやってくれるか、このあたりが私たち、プロレスファンにとりましても大きな、見どころの一つになってまいりました。立野のりお選手はまだ若いんですけども、私はもう30までどうしても現役でいたいんだということをはっきり公言してましてね、そのためにもあまり若いうちにねチャンピオンベルトなんかいらないんですって。この人はゆっくり20歳を過ぎて25ぐらいからねだんだん狙っていくんですって、そういうね可愛い夢を私に話してましたがね。立野のりお選手というのはあの清さん、はい、なかなかあの可愛いでしょ。そうですね、全部小柄でね、こう見てると随分体つきは違うんですけどね。栃木県の出身なんですけどもね、もうとにかくあの大してレスリングが上手くなかったんですけども粘っこいんですよ、ギブアップしないんですよね。
根性があるんだ、でいつの間にかね、あのジュニアのチャンピオンベルトを取ってたりね、今度は一旦取るとなかなかそれをねもう手放さないと言いますかね、なるほど、粘り強くずっと防衛し続けたりね、面白いタイプの選手なんですよ。まああの三原さんなんかとは、タイプが違うと思うんですけども、この縦野則男選手、三原さんからご覧になっていかがですか。可愛らしいんでね、ひょっとしてこう弱いんじゃないかななんて思ってたんですけども、でもリング上がると全然変わっちゃいますし ね、はい、全然でもプロレスやるような感じじゃないじゃないですか、そうなんですよ ね、 ね、うん、洋服なんか着てるとねプロレスラーって感じしないですよ、そうそうそう、分かりませんよね、ところがなかなかしぶとい選手でしてね、とにかくあの今日もジャガー横田選手ね、ちょっとあの手こずってるようなところもありましてね、ジャガー横田の攻撃を受けてもなかなかあのギブアップなんかいたしません。このあたりが縦野則男選手のね真骨頂であります。ジャガーさんの目を見ると本当にジャガーって感じしますね、すごいでしょう、ヒョウの目ですよね、はい、あ、場外に持ってきましたジャガー横田、場外が取りました、お客様の中に叩きつけております、縦野則男選手、いやこれはもうどうしようもありません、何か場外にね持っていかれますと、やはり貫禄の差というんでしょうか、三本さん、なかなかあのジャガー選手を縦野則男選手が場外戦でねやっつけるってわけいきませんよね、まあちょっとやっぱり、はい、突っ込んじゃうでしょうね、場外ではやや押され気味といった感じの縦野則男選手、まあ、無理はありません、一つリングの中に入って最近マスターいたしましたいくつかの技をですね 3AA のチャンピオンにぶつけてもらいたいものであります。さあ今入ってまいりましたキック、じゃあジャガー横田コーナーに持っていって、さあどうするか、縦野いった、あ、今のがあのジャンピングラリアートというか高いところからのラリアート、しかしスルリとかわしましたが、ジャガー横田バックを取った、バックドロップを持っていった、これは決まるか、あっとカウント2、なんとか我慢いたしました、耐えております、さあ縦野の量、しかし相当後頭部が痛い、ヒンパーアタックカウンターになって入っております、さあジャガーフィニッシュの体勢に持っていった、これはこのまま決まるぞ、どうかカウント、おっと今パンチで一発ねかわしましたね、そうですね、いや素晴らしいですね、普通だったらあそこで決まっております、さあ人間風車行きました、ジャガーがね簡単には決まらないということで、今度はトップロープに上がった、縦の危ないぞ、どうかキック、高いところが角度があった、これは完全に決まったかどうか、と逃れました、縦の伸びを、あーっと拍手が沸き起こっております、鎌ヶ谷市民体育館、見事なもんだ見事なもんだ、今度はあっと万事固め、しかしこれも逃れました、最近本当に成長目覚ましい縦野則男、よく頑張っている、さあ縦野が反撃だ、しかしかわされました、何か完全に相手を見失ってしまいました、今度はこのまま一回エビ固め、決まった、やはりね縦野必死に猛戦に努めましたが及びませんでした、次から次に技を繰り出しました、 3AA 世界チャンピオン、しかし健闘を伝えております、ジャガー横田今よくやってね、そうですね、珍しく相手の手を取ってね、健闘を称えました。千葉県鎌ケ谷市鎌ケ谷市民体育館からお送りしております全日本女子プロレス、今長友花子選手が決意を胸に詰めまして入場してまいりました、長友にとりましては初のタイトル挑戦であります、長友花子今青コーナーに登場、今日長友花子が挑戦いたしますのは全日本選手権でありますチャンピオン山崎一樹の入場です、最近目覚ましい充実ぶりを見せております山崎一樹、今しっかりとチャンピオンベルトを抱えて花道を通っております山崎一樹、落ち着いた表情で今リング上に上がりました、今宇治家リングアナウンサーから紹介がありました、フジテレビから両選手並びにレフリーに対しまして綺麗な花束が贈られております、全日本選手権試合、すでに上田晋司コミッショナーがリング上に登場しております、続きましてチャンピオンベルトの返還でございます、
ミスター角に対しまして、今チャンピオンの山崎逸樹はチャンピオンベルトが返還されております。まあ、山崎逸樹はですね、これが初めての防衛戦ということになりますし、長友佳菜子選手は初のタイトル挑戦ということになりますね。そうですね、はい、まあ、両選手ともに、まあ、若干やっぱりプレッシャーと必要か、その失敗の、ね、はい、リングでしょうね今日は。これからコミッショナー宣言であります。全日本選手権試合として認定いたします。昭和59年4月16日全日本女子相撲協会コミッショナー。さて、コミッショナー宣言が終わりました。これより選手が紹介されます。ただいまより全日本選手権試合3分1本勝数多くの名選手がかつてこの関門をくぐって大きく飛躍しております。まずチャンピオンの紹介、初めてのタイトル防衛戦を迎えた山崎逸樹。今最も乗りに乗っているチャンピオンであります。北海道の両親に今日の精一杯の挑戦をぜひ見てもらいたいと言っておりました長友佳菜子選手。まあ、長友佳菜子選手は中野恵子あるいは小倉由美、こういった人たちと同期生でありまして、その中では新人時代から最も注目を集めていた選手の一人であります。しかし、まあ実際にプロテストに合格して、プロのキャリアをだんだん積んできますと、なんとなくですね、この長友佳菜子選手が一番現在のところ苦しい状況下に置かれているというんでしょうか。そうです ね一つの壁にぶち当たってますよね、はい、伸び悩んでますよね、はい、だから、まあ、今回、まあ、はい、初挑戦ということでね、まあ、これをきっかけにしてやはり、これから弾みにしてほしいですよね。あ、そうですね、はい、今日も試合開始前、小倉由美選手といろんな作戦をしっかり控えして練っておりました長友佳菜子であります。さあ、果たして山崎逸樹にどういった試合を見せてくれますか。しかし今長友にとってはこの山崎逸樹っていうのはちょっと大きすぎるというかね。そうですね、やはりまあ、レベル的に言ってもですね、まあ、山崎の優位はもう動かないでしょうけどもね、はい、まあ、山崎もですね、まあ、全日本のいわゆる縦野との決定戦ですね、2月に行われましたけれども、まあ、その時は両者リングアウトということになりましてね、まあ、特別裁定といいますか、まあ、判定勝ちという形でチャンピオンになったわけですよね、はいはい、だから今回はやっぱりいわゆるフォール勝ちで、本当の王者の勝利っていうものをね、うん、見せてほしいですよね。そうですね、さあ攻めておりますのが山崎逸樹であります。さあ、ロープに振りました山崎、どうするか、テール棒で行きました。さて、レポーターの小早川さんね、はい、今日この一戦を前に一つ小早川さんからのレポートをお願いいたします。はい、わかりました。それでは挑戦者からいきます、はい、長友佳菜子選手はですね、毎朝8時から走り込み、そして縄跳びと、はい、もう体作りに専念してきました。はあはあ、そして体重の方なんですがね、はい、一番重かったのが60キロ、うん、今日は絞りまして55キロです。ああ、そうですか。はい、チャンピオンの山崎はですね、はい、今日のウエイトが60キロ。60キロ、はい。初防衛戦が非常に待ち遠しかった。はい、後輩だからといって遠慮は絶対にしないと、うん、というふうに語っていました。ああ、そうですか。長友が一時60キロまで行ったっていうのは、しかしある意味ではですね、明るいというかいいことじゃないんですか。そうですよね、絞り込んで55キロ、はいはいはい、その長友佳菜子選手であります。腕を持っております。右腕に対しまして攻撃を加えております。長友佳菜子、皆さん、このチャンピオンの山崎逸樹ですけどもね、どういうふうにご覧になりますか。早いんですよね、動きがね、すごく。なるほど、いや、小柄の方ですかね。どうですかね、やはりね、なかなか最近はやはりできてきたんじゃないんですか、体もね。なんでこんなに早く動けるのかと思って、はい、動きも早いし、それからなかなか力もつけてきましたよね。将来は本当に全日本女子プロレスを背負って立つ一人として大いに注目を集めております山崎逸樹選手であります。この長友佳菜子選手は今みたいなね、速い動きが身上であります。これがまあ出るかどうかというところなんですけども、今一つ壁に打ち当たっております。苦しい長友佳菜子選手、しかしこのチャンピオンベルト挑戦はいい刺激になったことでしょう。
どうですかね、あの宮原純子さんがもし本当にプロレスラーになったらこの長友佳菜子選手みたいなタイプなんですかね、体つきは。そうですね、全然太れないんですよ。ああ太りたいんですけれども、ねえ、だからそういうのがマイナスになったと思いますね。はい、まあ、今日は一応ね60キロから55キロに絞り込んだという長友佳菜子選手でありました。キック、足を飛ばしました。山崎樹、何かやはりちょっと貫禄が違うという感じです。さあ髪の毛をつかまれながらなんとか攻撃攻勢に移りました長友佳菜子であります。まあ、とにかくあの新人プロテストを受ける頃、イサギ飛びとかいろんなのやらなくちゃいけない基本技があるんですけども、それをやらせたらまあこの人ほど上手いというか、さっさとこの人いませんでしたよね。そうですね、やはりあのさすがにハンドボールの選手だったんですよね。そうなんです、ハンドボールじゃあの北海道でもなかなか鳴らした選手だったらしいですよ、はい、国体なんかに、ね出場したチームの一員でしたからね、はい、そういう基礎的な、ね、運動能力はあるんですからね、やはりあの素材としては伸びる余地がいっぱいあるね、そうですよね、素質を持ってるわけですからね、はい、ですから何か一つ壁を突き破っていけばですね、この人を開花する本当に期待っていうのはありますよね。そうですよね、あのレスラーどんな人でもそうでしょうけどね、はい、いわゆるこう伸びるきっかけっていうのがね、あのどんな選手でもありますよね、やっぱり、はい、でも僕こう感じるんですけどね、はい、ずいぶん可愛い子が多いですね。あ、それはもう女子プロレス、ね、ずっとそうですよ。猪狩貞子さんとかね、昔なんか悪い人がいましたか。そうですね、小畑千代さんなんか見ると、はい、気持ち悪いですけど、ね、可愛いですよね。今は本当にね、別にあのその顔の審査があるわけではありませんですけども、今あのみんな若い人たちセンスが良くなったんでしょうかね。そうですね、スタイルもいいし、ね、はい、スタイルもいいし、ですから綺麗に見えますよね。そうですよね、はい、だって三原純子さんみたいな人がかつて本当にオーディションを受けようと思ったんですよ。三原さんはもう絶対ねチャンピオンですよね、なって。さあ最初はね、なんとかあのぶつかっていったんですけども、ようやくこの辺りから、やはりチャンピオンのペースになってまいりました。強烈に叩きつけられまして、思わずカットを一命を上げました。この試合は30分1本勝負、全日本選手権試合であります。千葉の浜ヶ谷市民体育館。先ほど小早川リポーターからも報告がありましたが、この体育館は昭和56年の12月にできております。昭和57年からいろんなの試合が行われておりますが、今放送席にやってまいりました。さあ強烈にやった、あーっと、いやーこれはこれはチャンピオンがですね、なんか長友佳菜子選手をね気合を込めて放送席の机の上に叩きつけました。宮野さん、はい、ね、三浦さんはあの悠然としてましたが、なんか清さんがびっくりして逃げしちゃったですね。いやーびっくりしましたね今ね。さあやはりちょうど放送席前、リングサイドには若い選手が詰めかけまして、じっとこの長友佳菜子選手の挑戦ぶりを守っております。立野もいますしね、それから中野圭吾選手もいますし、加藤選手もいます、あるいは長織選手、こういった若い選手たちがですねじっと長友を見つめております。さあ長友どうか、あ今キック攻撃、これは鮮やかに決まった、2発に来ました。さあこのキックが長友佳菜子選手の18番であります。4発いった、5、6発いかなくちゃダメだと思いますけども、今ここでちょっとかわしました。山崎樹、さあボディースラムではあります。このまま抑えに行きましたが、これは無理でしょう。まあ、あの今ちょっとですね連続してあのドロップキックを見てましたが、長友佳菜子選手やはり18番なんでしょうね。えハートが続きませんでした。ここまで長友佳菜子選手の挑戦ぶりですけども、宮本さんどうご覧になりますか。そうですね、まあ今ドロップキック4回いきましたけどね、はいはい、なんて言いますかね、やっぱり攻撃にあのこうリズムカルなところがないんですよね。今も、まあ、あのグラウンドで攻めてますけどね、はいはい、なんとなくちょっとちぐはぐな感じがしますよね。うそうですか、はい、さあ来いという長友、また行きました。なるほど、やはりドロップキック行きたかったんですけどもね、やはりあの山崎も分かってますんでね、1回受けたらそのまま立ち上がりませんよね。そうですね、この辺りがやはり何かちぐはぐになるんですね、すぐに出ないから、まあ動きが止まってしまうのもありますよね、はいはい、
まだ早いという声がお客様から飛んでおります。この辺りはなかなかよく見ている感じですね。さあ鎌ヶ谷市民体育館、満員のお客様を前にいたしまして、全日本選手権試合30分1本勝負、これが挑戦者長友佳菜子選手。さあロープに振りました、どうか、あーっとご覧ください、まあ、アイターのキック攻撃は十分に計算済みといった山崎樹であります。落ち着いてます、よく相手を見ております。さあ今度どうか、なるほど、2倍のキックでお返してあります。そしてどうか、あーっと後ろに落としました、池下恵美が見せましたね、バックドロップ、そして今度はトップロープに上がった。さあ山崎樹どうするか、高いところからキックを受けると大変だ、受けられるか、このままいった、あーちょっとやはり受けられませんでした。今度は向こう側青いロープですね。さあまた受けるかどうか、やはりキックを食ってしまいました、強烈、角度のあるキックを食った。さあホーンの体勢だ、逃れられません、3つ入ってしまいました。長友、山崎樹監督の勝利であります。長友佳菜子選手としましては初だった全日本選手権のチャンピオンベルト、しかし 山崎樹をやはり長友佳菜子選手ね、十分には攻めきれませんでしたが、今日のこの経験を一つね、貴重な経験にしてもらいたいものであります。山崎樹に1冠に挑戦いたしました長友佳菜子、チャンピオンベルトを奪うことはできませんでした。やはり力の差というのがなんとなくまだまだですね。そうですよね、まあ、あの最後ドロップキックからね、はい、バックグリップ、それからまあトップロープから、そうでした、そうでした、バックブリーカー組の、ねね、ラリアットで、はい、あとはもうミサイルキックですからね、もうちょっと反撃の余裕がなかったですからね、強烈無理だったですね。全日本選手権試合において何かチャンピオンベルトをね、またお腹に巻きましてね、目も潤んでいる感じの山崎樹選手であります。去年の苦しい1年から今年は大きな飛躍の年にしたいと言っておりました山崎樹、全日本のチャンピオンベルトを取り、今またそのタイトル防衛に成功いたしまして、大きなステップの今第一歩を踏み出したわけであります。選手が入場してまいります。まずデビル正美であります。今日のセミファイナルでありますが、大型選手同士の対決であります。デビル正美と大森ゆかり、一足早く今デビル正美青コーナーから登場です。最近はこういった着物風のガウンをまとっておりますデビル正美、何かあのこういった姿を見てますと着物もなんとなく似合いそうなデビル正美であります。さあ音楽が変わりました。DWA タッグチャンピオン大森ゆかり選手であります。夏に燃える大森ゆかり、どうして北海道出身の大森が夏に強いのか、このあたりを聞いてみますと、北海道の人たちは短い夏を燃焼し尽くす、そういった気持ちで送るそうであります。したがって夏にはいつも以上にファイトを出すと言っております。大森ゆかりです。セミファイナルシングルマッチ3分一本勝負を行います。赤コーナー、スイートリア、スイートリアチャンピオン160パンド、大森ゆかり。TWA 世界タッグチャンピオンの大森ゆかり、今日はシングル戦であります。細かいテクニック、ご注目ください。チャンピオン150パンド、デビル。解散してひとたび我が道を行くデビル正美。デビルミスターカグ、さてこのシングル30分一本勝負を宮本さん大森デビルということで、なかなかあの迫力十分の試合が期待できそうですね。そうですね、はい、まあ、あの両方とも体も大きいですからね、大森ゆかり、そしてデビル正美選手、今試合前の注意をミスターカクから受けているところであります。さあこれから試合が始まります。満員の熊谷市民体育館、
さあ今ゴングが鳴りました。いきなりおっとパンチ攻撃手があります。お互いにパンチの応酬になりました。さあ大型選手のパンチの応酬だ。何かボクシングを見ているような試合になった。大森ゆかりが先制だ。まず大森ゆかりが先手を取ります。ロープに振ってどうするか。あ上から行きました。ボディアタックに行っておりますのが大森ゆかりであります。さあ今度はデビルが反撃。デビルあっとステップオーバーするか。早くもデビルの反撃。足を固めた。あっと弓矢固めに行きました。なかなか迫力があります。今日の30分一本勝負。清さん、はい、デビル正美選手ね、昔この人は悪役、今そうなんですよ。今はね、一応そのデビル軍団を解散しましてね、もう一人になっちゃったんですね。ですからもう子分一切なし。私はもう私の道を行くと。一匹狼ですか。一匹狼なんですよ。すごいですね。体つきがさっきと全然違いますね。はいはい。まあかつては悪の限りを尽くしてましてね、本当にあのリング上に登場するだけでね、何かあのヤジが飛んできたんですけども、最近はですねヤジの代わりにテープが飛んでいるね。すごいファンが増えてきました。はい。一方大森ゆかり選手、これまた怪力では決してデビルに引けを取りません。いかにもあの、力がありそうと、そういった感じの大森ゆかり選手であります。さあ、汗っかきの選手とかね、ほとんどあの夏場でも汗をかかないとかいろいろいるんですけども、やはり十分に鍛え込んでいる選手たちであります。まあ、顔にちょっと汗が出たりしますけども、まだあの背中の方にはですねほとんど光る程度でありまして汗は流れておりません。館内はねもう優に30度を超えようかという暑さであります。デビルと大森ゆかり、力の入った一戦が展開されております。今日はなかなかこういった力技がねたくさん見られますね。そうですね、この2人ですからね、はい。さあ買い上げた強烈なボディスラムディがあります。何かまっすぐ上に買い上げました。今の強烈なボディスラム、お客様の拍手を要請いたしました。デビル正美素敵であります。さあもう一発いった、叩きつけました。カウントが入る。いやー清さん、はい、今あのちょうど放送席の前だったんですけども、迫力ありますでしょう。すごいですよね。見てて力入りますね。はい、強烈なブレンバスターが2発炸裂しております。体重も相当あるんですよね、これぐらいになるとね。大変ですよ、70キロ台じゃありませんか、ね、そうですね、僕より重いですか。77、78ぐらい、はい、よいしょ。とにかく150キロぐらいがねお互いにぶつかり合っているわけであります。さあ今度は逆を取りました。あ大森の何かの応援団がね相当詰めかけているようであります。放送席の右横、さあロープに飛ばしました。大森どうするか。あの技はですね受ける方のあのデビルとしてはやはり一応内臓打つわけですか。そうなんでしょうね。受け身は取ってるんですけどね、やはりあの自分の全体重がドーンとかかりますからね。あはかなりやっぱりあのダメージでしょうね。なるほどね。ちょうどあのボディスラムをやられてる逆になるんですよね。あそうですか。宮原さんね、はい、まあ大型選手同士の本当に迫力十分の対決になってるんですけども、すごいですね。宮原さんはあの例えば女子のプロレスの試合としてはどういったタイプのあの試合というのが好きなんですか。素早い動きの空中殺法なんかたくさん入ったジャガー横田みたいな試合がいいんですか、それともこういったあの動きは少なくてもこう力が入るというかこういった試合の方が見てて楽しいんですが、いかがですか。そうですね、もう勝手な好みとしては、やっぱりあの動きの速いとか、ね、動きの速いかなと思いますけれども、でもいやこういう試合見ててもやっぱりすごいなと思います。これはこれ何にまた力入りますね、これ見てると疲れますね。疲れます。自分で力ぐーっと入っちゃいますね。緊急中継してますとね、本当に肩が凝ります。終わった後 ね、 そうですね、はい。ほとんど派手な動きはありません。まああのブレンバスター2発デビル正美が出しましたが、その後はこうしたですね、本当に力比べであります。しかしまた大森ゆかり接っ込んでます。まあ、目に見えない細かいところでやはり有効な攻撃がねあるわけです。さあデビルどうなんですか、こういったあの。グランドの攻防ではやはりデビルの方がちょっと一枚ぐらい上手なんですか。そうでしょうね、あのグランドの方ではやっぱり一応ペース取ってるんじゃないですか。そうでしょうね、はい、ですから、まあ、あのデビルをやっつけるためには大森としては何かあの力技でも
大技で、そうですね、仕留めなくちゃいけませんか。盛んにこういったね、デビル正美選手のね、突きつけるような技が今日は出ております。リング上です。まあ、大森もあのパワーありますからね、まあ、今はデビルの方の貫禄にちょっと押されている、はいはい、様子見られますかね。どちらかというとデビルペースですよね、はい。まだなんとなくデビルポエスで試合が進められておりました。またエプロンに持っていき、あーっとまた鉄柱攻撃、今度は避けた、足を飛ばした、あーっと逆にデビルが今、あー反撃を食ってーっと決めようと思ったんですけども、これはかわされました。なるほど、こういったのがあの大森ゆかりとしては狙い目だったわけですね。そうですね、今、はい、あの非常にいい狙いだったんですけどね。いい狙いだったですね。今あのフライングボディアタックを食っていればちょっとデビルマサミ答えたでしょう。あっとまたどうか、あーこれはフロントマスターだったんですけども、うまく避けた。さあ今度は大森の反撃であります。抱え上げております。大森どうするか、ロープにかけるか、あるいは二段ロープに上がってそのまま後ろに持っていきますかね。はい、さあこれは重いですからね。どうか、このままいった、これは効いた、これは強烈であります。大森行く、ホーンの体勢、カウントが2まで入る。デビルが懸命にブリッてこられました。まあ、地味なグラウンドの攻防からようやく迫力満点の攻防に移ってまいりました。こうじゃなくちゃいけません。今度はデビルが行く、後ろを取った、バックを取った、バックドロップ入った、お返しであります。デビルマサミ強烈なバックドロップ入っています。カウントが入った、2です、2です。いや力が入ります。デビルマサミ、大森ゆかり、大きな息をつきましたデビル。さあ今度はどうか、ハイロドライバーか、ハイロドライバーか、危ないぞ、ハイロドライバーに行くか、行った、ハイロドライバー炸裂しました。大森これは大ピンチになった。カウントが2、あーっと3つ入った。デビルマサミ必殺ハイルドライバーやりました。いやーそれにいたしましても本当にすごかった、力と力、両方に立ったをできました。大森ゆかり、デビルマサミ、最後は大森、デビルマサミの必殺ハイルドライバーに敗れました。顔を折っております。貫禄を見せましたね、久々に。そうですね、まあ、あの大森選手もですね、はい、二段ロープからのブロックバスターね、一番切り札にしている技を見せたんですけどね、はいはい、出したんですけどね、はい、あそこで抑えられなかったのがやはりあの敗因でしょうね。あ、そうですか、はい、いやそれにいたしましてもデビルと大森本当に力の限りよく戦いました。今デビルの神が大森の健闘をねぎらっております。千葉県の鎌ヶ谷市民体育館から熱戦また熱戦、全日本女子プロレス熱闘の模様をお伝えしております。さあ満員のお客様、今通路を登っております。選手が入場してまいります。花道を通ってあっと出てまいりました、クラッシュギャルズ花代千草選手であります。そして花代千草選手の後ろからはライオネス・アスカ、今日はライオネス・アスカ選手のお母さんも会場に姿を見せております。クラッシュギャルズが入ってまいりました。そしてクラッシュギャルズの後ろからは誰が入ってまいりますか。小倉由美選手であります。すでにファンが花束を手にいたしましてリング上、さあこれからが体験であります。昭和56年に新設となりましたこの熊谷市民体育館でありますが、なんとも異様な雰囲気であります。ご覧ください、ダンプ松本クレンギュー、情け無用、ご意見無用、早くもお客様に何かやりと答えております。さあ大変なことになりました。そしてこのダンプフレンドコンビを組み出すのがベーラ2階であります。今日はマネージャーも姿を現しております。そしてなんと阿部志郎レスリーが早くもリング上登場であります。さあなんとも異様な雰囲気です。あいたしました。清さん、はい、今失礼なことをしてましたね。びっくりしましたよ、本当にもうねどうしようもありません。十分に警戒してください。さ
さあ鎖を持って今リング上登場でありますが、阿部翔レフリーも入っております。謎のまたマネージャーが姿を現しました。一時ねどこへ行ったんだろうと思ったんですけども、謎のね今日はマネージャーも姿を見せております。リングサイド、いやー宮本さん、はい、お客様もよく知ってましてね、レフリーが阿部さんじゃ大変だと、レフリー交代という声が飛んでますね。そうですね、私一時消息を絶ってましたね、はいはい、あの覆面のマネージャーがまた出てきましたね。もうこれが出てくるとね本当に心配です。果たしてどういった試合になりますか。60分3本勝負。もう一度選手をご紹介いたしますが、ダイオネスアスカ、長与千草、クラッシュギャルズに対して小倉由美、今日は6人タッグでやります。そしてダンプ松本、クレインユート、レイラに回、3人3人6人タッグ。塩野さん、はい、今花束を送ったね、お嬢さんたちが真っ青ですね、はい、そうでしょう、ね、いやこれはねせっかく花束を送ってくださるねファンですから大切に扱ってもらいたいものであります。もうね異様な雰囲気、リング上レイラニカイもですね相当やる気十分の人ですから、今日はこのダンプクレーンとコンビを組むからには相当あくどいこともやるでしょう。やはりマネージャーとそれから阿部志郎レフリーに対する拒否権といいますか、なんとかしてくれという抗議なんでしょう、これね。そうでしょうね、はい、まあ、久々に極悪同盟のですね、はいはい、マネージャーと阿部志郎レフリーが合体したわけですよね。そうですよね、はい、本当は無理ですね今日の試合は、はい、何か試合がもう始まっているような感じでしたが、今改めて現地の紹介、スケーティングアナウンサーであります。人気最高のクラッシュギャルと今日はコンビを組むわけであります、小倉由美選手、ジュニアチャンピオンです。最高のレコードの吹き込みを終わっております。炎のバイブルと決定いたしました。長与千草、そしてライオネスアスカ、今人気最高をご覧のように手札が取っております。浜谷市民体育館、早くも大熱狂であります。ダイオネスアスカ、長与千草、そして小倉由美、対するはクレインユーです。場内がシーンと静まり返ります。テープは一本も取りません。次にダンプ松本紹介されました。これまたテープなし、場内は静まり返るばかり。最後にハワイが生んだ偉大なチャンピオン、レイラニカイ、日本にやってまいります。日本のマットにやってまいります。外人女子レスラーでは一番強いと言われております、レイラニカイ。今日は凶悪コンビとがっちりと力を合わせるわけでありまして、果たしてどういうことになるか。阿部志郎レフリーが今試合前、どうもこれ試合がなかなか始まりそうにもありません。やはりマネージャーがリング内に入ってますけども、この辺りをまず阿部志郎レフリーとしては注意しなくちゃね。そうですよね、はい、やはりマネージャーはもう降りないといけませんよね。そうなんですよ、まさかやるわけじゃありませんからね。今日は3人3人6人タッグ、60分3本勝負であります。とにかくクレインユー、そしてダンプ松本が登場いたしますと、試合開始までにねいろんな揉み事が起こります。今度はライオネスアスカが抗議です。さあ今ゴンが鳴りました。さあ60分3本勝負、ヤガオールも始まります。今始まった。さあ一連3人攻撃になってまいりました。やっとオグライミが捕まった。当然このオグライミが今日は標的になる。あっとレイラニカイが足を飛ばした。いやー体がもう半分であります、オグライミとレイラニカイ。さあクラッシュギャルズ、どうこのオグライミをカバーいたしますか。この辺りが今日の大きな見どころの一つであります。しかしオグライミが捕まった。今日は小倉由美が本当にかわいそうな生贄という感じです。かわいい生贄、小倉由美徹底的にやられるでしょう。この辺りは十分確保しておりますが、小倉由美本当にねまともにこのままリングを降りられるかという感じであります。だいたいこういう風になるのは目に見えてましたね宮本さん。そうですね、もうやっぱりジュニアチャンピオンといえどもね、はい、
この相手が相手ですからね、はい、容赦ありませんもんね。あーっとタッチ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 、どうか、今バイオネスアーツが入りました。さあ大きくコーナーマットに先つけて、今また小倉弓を、この辺りうまいですね。フレンギュノータッチノータッチ、そしてレイラン海流あります。さあレイラン海が小倉弓を捕まえた、フライングクロスチョップ、そしてキック、強烈な技々を連続しております。いやリュウト清さん、はいはい、どうですかこの、いや驚きましたね、これ、これが女性ね、女性が逆上するとこうなるんですかね、はいはい、怖いでしょ、恐ろしいですね本当に、もうめちゃくちゃですから。まして、このライオネスアスカ、そして、長与千草は今人気最高、一方ダンプ松本クレミューは人気最低でありましたね。ああ、ですからいよいよあの闘志を燃やしてくるわけですよね。いや、あと悪の人気としてはなかなかいいんじゃないですか。それはそうですね。まあとにかく思い切ったことをね次々にやります。場内はシーンと静まり返りました。果たしてどういったことになるのか、まあ、どちらにいたしましてこの小倉由美選手、早くあのクラッシュギャルズにタッチしないことにはね大変です、ね、あーっと、あー早くも場外か、あちょっと待ってください、今ですねマネージャーの中に入ろうとしておりました。マネージャーが来ました、お客様が怒っている、マネージャーが入った、マネージャーがやっている、マネージャーがクラッシュギャルズに手を出しました。ご覧ください、決定的な場面ではありません。アルマーのでどうもいけません。マネージャーが手を出しております。そして小倉夢はもう椅子の中に駆けつけられました。いやーレイラニカイ歯をむき出しております。目をむき出し歯をむき出してレイラニカイが今長与千草にライオネスアースが助けに行きました。6人タッグは3対3ということになってますが、5対3あるいは6対3というような試合になりました。レイラニカイが何かもうね、ご覧ください、この人もあのカットするタイプですからね、もうダンプ松本プレインユーの中に入ったらすっかりする気になってます。そうですよ、なんか乗ってますね、もう気持ちが乗ってますね。になりました、はい、あむしろあのダンプユーとあープレインユーとダンプ松本がですね飲まれている感じであります。私に任せてという感じで一人でやってますよね。そうですね、さあ長与千草今リング上に登場であります。長与をロープに振ってどうか、長与がいった回転蹴り固め、しかしこれはロープに逃れました。レイラミカイであります。さあレイラミカイの必殺聖剣飛び上がりました。ご覧ください、そしてライオネスにタッチ、ライオネス高いところからエルボーでいった、これはレイラミカイがいった、クラッシュギャルズ絶妙のコンビネーションであります。そしてあーっと今度は勝利であります。きれいに決まりました。さあライオネスエールボーでいった、空手技炸裂、ホールの体勢、カウントは1つ、ちょっと遅いというライオネス。いやーすごいですね、宮原純子さん、クラッシュギャルズ今大変な人気ですけどもね、はい、宮原純子さんからご覧になってクラッシュいかがですか。もういいですね。ねえ、宮田さんもあのクラッシュのファンなんでしょ。ライオネスアスカさんね、声援してください。特、はい、にあのライオネスアスカのどういったところがね、宮田さんとしてはあの惹かれるところがありますか。全部。ねえ、熱烈のファンなんですよ。今日は一つね、もうファンになってね、はい、大いに声援してください。あーっと。しかし、ね、なんかあのまともに行きましたね、あのラリアートはね。ダンプ松本のラリアート。はい、これも2発でしょ。手を奥田由美、体が小さい、大丈夫か、クレンニュー、2人攻撃、いやー、息が止まる思いであります。さあ、抱え上げました。そして前に落としました。前に落とした。さあ、クレンニューが行く。どうか、また一打体当たりであります。完全に伸びた。カウントが入った。簡単に決まった。カウント3、カウント3。いやークラッシュギャルズ手も出せません。小倉由美選手あっという間ちまつりに上げられました。ご覧ください、このダンプ松本、そしてクレンニュー、やはり小倉由美選手ではちょっと歯が立ちません。あとはどうクラッシュギャルズがカバーするかということになりますね、宮本さん。そうですね、もうやっぱりあの体でもう負けちゃいますからね。ねえ、一本は簡単に小倉由美選手血祭りに上げられました。さあ2本目が始まります。千葉の鎌ヶ谷市民体育館、今ゴングが鳴りました。
さあ小倉弓が出ていきます。もう早くあの小倉弓としてはですね、早めにクラッシュギャラにタッチしなくちゃいけませんね宮本さん。そうですね、このままだとあっという間ストレートいっちゃいますよ、はい、いくらジュニアチャンピオンとの中とはいえ小倉弓、さあしかしなんとか反撃に移りました。さあフレイユロープに飛んだ小倉弓どうするか。うーん、やはりあのまともに当たればね、ねえ、はい、またコーナーに持っていかれました。今ゆっくりとレーラニカインが出てまいりました。レーラニカインもですねすっかりあの悪になりきっております。あっと思い切ってねえ、今のは何ですかあれ。さあさあコーナーです。ここであっと長与千草が出ていきました。長与千草が捨て身の攻撃であります。しかしこれまたコーナーに捕まって、あーっとクラッシュギャルズに対しましてはご覧のように2人攻撃、2人攻撃であります。2人攻撃、松本が、そしてクレンユーがついに2人を取り出しました。そして小倉弓を制する阿部志郎、この剣が抜けております。この間に、この間に徹底的な2人攻撃、反則攻撃、強力攻撃、小倉弓が出ていっちゃいけない。小倉弓が出ていくのがいけないんですよね。あれマネージャーまでなんか飛び出しましたね。小倉弓選手をリング上でなんとタッチしてましたね、はい、これは許されません。収拾つかない状態になってきましたね、はい、そして今ですねまた何か凶器を渡しましたよ。なんかハサミのようなものを持ち出しましたね、はい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 、ハサミ、あーっと脳天に一発、まだライオネス扱いやられた。そして長与千草、小倉弓がやられました。凶器攻撃、いやハサミを出しました。ハサミでいった、今度は胸元、一本を取っている、一本を取っているダンプ松本クレイユー、凶悪の汚名、どうしようもなくなりました。6人の選手が完全にリング下であります。はい、いますね、これは。あーっと、頭に徹底的にやられております。クラッシュギャルズ、ご覧ください、凶器がはっきりと見えております。阿部志郎レフリー、どうこれを処置いたしますか。阿部志郎レフリーどうするか。長須賀長与もですね、はい、相手は5人ですからね。そうなんですよ、どうしようもないですよね。まして今人気最高のクラッシュギャルズであります。何かね、嫉妬心、そういったものもあるんでしょうか。怖いですね。さあ山崎一樹が助けに行った。しかしご覧のように覆面のね、正体覆面のマネージャーがこの山崎一樹のつかみ勝っていきました。完全にもう6対3、ああカウントが続いております。カウントが続いております。まだ誰もリング上に上がっておりません。カウントが続いている、どうか、次々にカウントが続けられております。どうなるか、っとこちらではね、場外戦、まだか、今入っている14であります。さあもう15になった、これは危ないぞ。あっと長い落ち草は完全に死体を割っております。場外乱闘、しかも強力攻撃、長与千草完全に死体を割った。いやこれ以上この狂気を持たせてはいけません。なんで何も言わないの。そうなんですよね。さあ怒った、さあ怒った、いや宮田さんも怒ってます。こういったあの狂気攻撃は許されませんね、宮田さん。なんなんですか、あのマネージャーですよね。マネージャーもいけない。いや清志さん、これですからね、もう収拾がつかないですね。いや驚きましたね、はい、もうこれはね、レスリングというよりも喧嘩になりました。憎しみをね、表面に出して、これはもうちょっと、はい、はい、なんとかルールも何もなくなりましたね、ですから安倍首相レフリーもただ単にですね、はい、ああしてあのカウントを取ってるだけじゃダメですよね。そうですね、はい、さあどうかギブアップしたら大変だーっと、長与千草さギブアップを取られました。バックブリーカーギブアップ、安倍首相レフリーが取りました。ストレート、どうですかこれは。塩野さん、はい、コミッショナーから一言ある様子ですね。今のはねちょっと許されませんね、はい、怒った場内のお客様、今リングめがけましていろんなものを投げております。物だけは投げないでください。小早川さん、はい、どんな具合ですかコミッショナー。あのね、お話にならないんですよ、まだね、あのもうかなりも興奮してますんでね、はい、コミッショナー早めに一つね、裁定を下してほしいものであります。
これは許されることではありません。まだやられてる。そうなんですよ、マネージャーが上がってますからね。今長与千草選手がですねリング上、あ、頭を切ってるんですね。それはあのハサミですもんね。はい、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 いや、阿部指導レフェリーの判定に対しまして初めてコミッショナーから判定却下、したがって青コーナーの勝ちを認めないというコミッショナー判定であります。さあこの後どうなるか。さあ今度はクレーン優が起こったが、ライオネスアスカも何かもう興奮しきっております。そうなるとどういうことになるか。レフェリーを交代します。レフェリー交代、コミッショナー起こった、お客様大喜び、お客様大喜び、阿部志郎レフェリーが起こった、阿部レフェリーが起こっている。珍しいですね、コミッショナーが、あーっと阿部志郎レフェリーがコミッショナーに手を出しました。これは大変なことになりました。これは大変なことになりました。今レフェリーが変えられました。レフェリーが変えられました。お客様も全員立ち上がっております。熱血コミッショナコミッショナーがですね、あの試合はですね、まあ、狂気を持ち出したですね、松本が反則であると、はい、まあ、コミッショナーの強権発動ということで、ね、反則という裁定を覆したわけですね。なるほどなるほど、はい、それでまあ1対1の、タイト、タイト、それでまあ改めて3本目、ああ、そうするとこれが3本目になったわけですね。決勝ラウンドになるわけですね、はい、これが決勝ラウンドね、はい、わかりました、ということで試合が始まったわけなんですけども、しかし宮原純子さん大丈夫でしたか。ごめんなさいね。大丈夫です、大丈夫ですか。清さん大丈夫。いやー驚きましたっすよ、とにかくもう放送席を吸収いたしました。さあじゃあ一本一本でこれから決勝の3本目始まったわけであります。さあライオネス危ないぞ、あー上から行った、クレンニュー空振りであります。これは空振りだ。さあライオネスカローをして、カローをしてかわしました。逆にクラッシュギャルズチャンスであります。さあここはチャンスだ。今クレンニューを飛ばした、聖剣か、逆だ。塩野さん、バケツが出た、バケツ攻撃、またしてもバケツ攻撃、強攻撃、2つ出ました、小倉にやられました。いやー今度はハサミに変わりましてバケツであります。もうとどまるところを知りません、エスカレートの失敗ですであります。強攻撃、エスカレートをしております。もうこれですからね。塩野さん、はいはい、本部席ですが、あのこの試合の方はですね、2本目は無効ということで、これが2本目ということですね。これが2本 目ですか。コミッショナーそうしたから、あ、じゃあ反則を取ったわけじゃないですね。じゃあ宮本さん、これが2本目ですって。はいはい、わかりました。あー後ろ、あーっと今度は鎖を出しました。いやー騒然としております、まさに騒然としております。鎌ヶ谷市民体育館であります。鎌ヶ谷市民体育館、強気攻撃、そしてまた正体不明のマネージャー、一応阿部志郎レフェリーは控え室に帰りました。さあ長与千草強烈なソバット、ロープに振る、ダンプ松本どうなるか、ソバット入った、これは高いところ入りました。さあ長与千
ムタどうするか。今度はクレンニューがいったーっと強烈なフライイングラリアート。さあどうか、これから行くか。さあおっと長いオチムタが行く、長いオチムタが行く、2人攻撃。そしてパイルドライバーであります。うまい、これはうまかった。さあカウントが入る、入った。最後は強烈、2人パイルドライバーであります。ランプ松本完全に伸びました。いやー、そうしますとこれで2本目ということになって、これで一応あのタイになるわけですね、はい、タイになるわけですね、はい、1本を返したわけであります。まあ、先ほどちょっとあの騒然として分からなかったんですけども、あるいはあの反則を取って1本1本かと思ったんですけども、そうですね、これで改めて1本1本、はい、まあ、向こうラウンドになったわけですね、はい、先ほどはい。ご覧のように今選手総出、もういろんなものが巻かれておりましてね、マットの上綺麗に吹かれております。さあいよいよこれから最後の1本ということになります。さあ決着がどうつくか。レイラニカイが出てまいりましたが、ちょっと相手が違います。はい、長代千草とそしてダンプ松本だ。さあ改めて2人の対戦で3本目が始まりました。レフリーは阿部志郎からジミー加山に勝っております。さあアスカが行く、アスカのジャイアンツに出ました。100キロのダンプをジャイアンツングであります。しかしさすがにこれは重かった。さあ今度は代わってクレンギュー捕まえてバックを取った。バックドロップ、強烈。さあカウントの体勢、カウントはワンであります。ようやくクラッシュギャルズがいつものコンビを発揮してまいりました。そして今小倉が二段ロープに上がってエルボーだ、エルボーで行きました。あまり深追いをしないようにしてもらいたいところ小倉由美。ああ、また捕まった、また捕まった。これじゃあいけませんねえ。小倉由美頑張れ、ジュニアチャンピオンの小倉由美。しかしちょっと体が違う、相手が違う感じであります。小倉由美もなかなかあの根性というかね、負け気が強いんですよね。そうですね、はい、がむしゃらにいってますよね、もう、さあしかしどうでしょうか。ステップオーバーしてボットンクラブの体勢に入った。小倉由美やった。しかし、まあ松本が出てまいりました。松本が出たらどうしようもない、極悪同盟、息もぴったり極悪同盟。さあ小倉由美が行く、あーっとねえ、カウンターです。そしてコーナーに持ってこられました。さあレイラニカイが行くか。レイラニカイと松本が何か相談していた、どうせろくな相談ではありません。さあここでアスカが出ます、アスカが出ます。さあアスカこらえるか、力がある、力がある、力があります。ベンバスターじゃない、人間風車、強烈な人間風車。そして今度はブレンバスターだ、ブレンバスターに行く。人間風車からブレンバスター、そして上からホーンの体勢台まで。だものすごい試合になりました。6人タッグ大荒れが予想されましたが、まさにその期待通り、いや強烈なアトミックドロップ。さあそして長代千草、フラッシュの2人攻撃だ。聖剣パー決まった、これは強烈カウンターであります。さあライオネスが行った、ライオネスが行った。そのままパイロドライバーに入った、やった。パイロドライバー炸裂だ、カウントが入ったが、あっとジミー加山、まあ、今のあのパイロドライバーですけどね、はい、普通はあの膝でね、あの打ちつけるんですけども、はい、そのままあのお尻をドンといきましたね。あれはちょっと珍しいことですね。なるほどね、はい、さあ今度は長代千草選手が今レーナリカイを押さえつけております。もう目が離せなくなりました。レーナリカイパンチで反撃だ、もう一発、あーっと殴り合いになった、殴り合いだ、チョップチョップ。しかしまたコーナーに持っていかれました、顔面攻撃。そして投げ飛ばされましてライオネスアスカ登場であります。もう何か鉄柱を持ってますね。そうですね、あのまたもまたも鉄柱攻撃か。ああいったあの鉄棒攻撃はですね、なんとかしてもらいたいところね。宮田純子さんも思わず嫌だ嫌だという宮田さん、あーっとまた鉄棒を出しました。さあ、あーライオネス危ない、あーっと一発頭、ライオネス頭脳天に一発。さあ鉄棒攻撃、今度は背中であります。ダンプ松本、後の感じを尽くします。
いやいやいや、今度は噛んだ、吐き噛んだ、何でも狂気にしてしまいます。ダンプ松本、ライオネス飛鳥がもう三段の目にあっております。やっとまたまた今ジミー加山が鉄柱を取り上げた。あーっとっとっと、もう何かね、ファンが悲鳴に次ぐ悲鳴であります。今度は鎖、とにかくあの極悪同盟の手にはですね、何か凶器を持ってましてね。そうですね、もうあの空き缶鎖ね、もうハサミ鉄パイプでしょ、ね、バケツでしょ、はい、もうちょっとどうしようもないですね、こうなりますと、はい、ちゃんとしたレスリングができないもんでしょうか。シングルマッチなんかやらせますとね、意外にあのダンプにしたってクレーンにしたってテクニックは持ってるし力があるしね、えどうしてこういった試合方法になってしまうんでしょうか。いや徹底的にライオネス飛鳥、2人をもう首に巻かれてね、めちゃめちゃにやられております。そしてこちらではね、鉄柱、試合になんないですね、試合になりません。あーっとゴングが乱打されました。今のは何ですか。あのはっきり聞いてみないと分からない、はいはい、このままだと無効試合じゃないですか。赤コーナーの反則勝ち、あーそうしますと青コーナーの反則です ね、 そうですね、反則を今取ったわけですね、ジミー加山がね。いや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 、一応赤コーナーが勝ったんでしょうけども、さあこの後がちょっとまた怖くなりますね。果たして黙ってこのまま行くか下がるかね。それにしてもですね、今度はですね、今の判定に対してご覧ください。いやクラッシュギャルズはご覧のようにマイクを持って抗議、これが試合か、これが試合か、クラッシュギャルズ怒っている長与千草。一方ですね、極悪同盟は今度はああ監督勝ちで勝っても嬉しくないという長与千草であります。長与千草ご覧のように椅子を持っております。あーっと松本は鎖を持った、これは何とかしなくてはいけません。試合は決着がつきました、決着がつきました。もうすでに反則を取られました。青コーナー勝負はついています、勝負はついているが、その後が騒然としております。釈然としません。ゴングが打ち鳴らされます、ゴングが打ち鳴らされます。鎌ヶ谷市民体育館、もう勝負はつきましたね。えもういつもこれですからね、宮本さん、もうこれあの若い選手たちがみんなでね控え室に持っていかなくちゃしょうがないんですけども、長与千草も泣いて抗議してますよ、はい、ねえねえ、まあ、涙の抗議、長与千草、これでは勝負になりません。ああ、今レーラー2回、そしてクレインユー不然とした表情でダンプ松本もどうやら引き上げてくれますか。ああ引き上げましたね、何かですね場内にほっとしたね雰囲気が今、帰ってまいりました。ライオネス飛鳥、長与千草、そして小倉由美ね、しかし毎度こういった試合が続くんじゃたまったもんじゃありません。いやまあしかしね、ちゃんとあのジミー加山が反則を取ってくれたんで、なんとかあの試合に決着がつきましたですね。はい、そうですね、はい、それでもちょっとやっぱり後味が悪いですね。はい、もう後味の悪さはどうしようもありません。しかしあの宮田純子さん、はい、ね、大変な試合でしたね。もう皆さんもあの半分泣いてますよね。はい、どうしようもないということでね、今満員のお客様に挨拶をしております。リング上、長与千草、ライオネス飛鳥、そして小倉由美であります。今日は本当にもう放送席が何人とも吸収されまして、もうマイクロンを捨て私も逃げたんですけどもね、最後に、まあ、あのゲストのお二人にね改めてお話を伺いますが、清さん、はいはい、どうでした。いやね、僕は驚きましたね、はい、こんなだと思わなかったです。そうですか、ね、テレビの画面で見てる限りはね、はいはい、
さほどね暴れてもね、ここにこう来られてね、いろいろやられて、この机ひっくり返しちゃったりなんかされて、めちゃくちゃですもんね。もう驚きましたね、はい、もう疲れました今日は。そうですか、まあ懲りずに一つまたいらしてください、はいはいはい、宮田さん、はい、ね、大丈夫でしたか、ね、大丈夫です。ちょっと足を打ったりね、大変だったんですけど、またね、はい、まあ、あの元に戻れば、控え室に戻ればみんないい子たちですからね、はい、宮田さんね、はい、はい、またあのいらっしゃってください、はい、ありがとうございました、はい、ということで今日はこの辺りでお別れしようです。ごきげんよう、汗びっしょりの放送でございました。